近似に浮かぶ鮮やかな花々の間を橋が通る情景を描く江戸時代の絵画作品。18世紀に尾形光琳が制作した八つ橋図屏風。紙に作った金字に青と緑色を用いて大きく表された群れる柿翼と墨色の橋は、本作が伊勢物語に語られる柿翼の名所三河の国の八つ橋を表すことを示唆しています。橋の部分では垂らし込みの技法により墨をにじませ、直線的な橋板の表面に曲線的な形状を繰り返し表しています。このように光琳は金の輝きと色彩の鮮やかさ、植物モチーフと人工モチーフ、曲線と直線といった対照的な造形要素を導入することで、個々のモチーフや形状がお互いを相互に引き立たせる画面を作り出しています。